ワイルドスピードジェットブレイク、星2。あらすじはバンディーゼルの弟を錬金して家族の確執をテーマに地球を救うシナリオ、DVD を盗んでいたコソドロ映画がここまでご長寿大作になったと感心。ファミリーデートムービーなのか、アクション映画なのかで評価が分かれる作品。ファミリーデートムービーなら家族をテーマに入れることでファミリー向けの共感を得られる工夫がベネだか今の純粋なアクション映画は愛とか家族とかのシナリオはノイズでしかないのでテンポが悪くなる。この部分は誰をメインターゲットにして映画を作るかによって決まる。当然マスが最も大きいデートファミリー層を狙った作品なのぜ。ハンが復活するがハンの恋人がこの映画に出ることを快諾しない限り死んだままでありワンダーウーマンの今後のキャリアを考えるとこの映画に主演することは当分なさそう。このワンダーウーマンを殺したのはルーク・エヴァンズでジェイソン・ステイサムではないのだが彼に食われてしまっているので反の恨みの矛先がジェイソンに向かうシナリオは強引。ルーク・エヴァンズはイケメソで演技もそこそこだけどジェイソン・ステイサムの方が画面映えがするのぜ。このセクシーハゲはアクションやらせるとめちゃんこキレが良くて画面映えするし顔の特徴もある主演張れる役者だから是非もなしなのぜ。しげる箱の隅をつつく話だが超電磁石をカーアクションの要素に入れていてアクションはディモールとベネだか車を引っつくくらいの電磁力を補うには相当電力が必要で多分1秒でテスラに積んでいる電気を全部使い切ってしまう。そうすると車体が重くなるからスピードが犠牲になるだろうなと思った。思っているだけでアクションは面白かったのぜ。そういうことはエンタメで考えちゃダメなのぜ。デートファミリームービーとしてよくできている。6と7がワイルドスピードで一番面白い作品。